フアンパブロ・ビジャロボスはメキシコの作家。彼のデビュー作、創屈の祭典は2011年イギリスの新聞ガーディアンによる新人賞候補にノミネートされる。僕の話を信じてくれと誰にも頼むつもりはないや、犬売りますが代表作で日本語訳も出版されている。ビジャロボスは彼の故郷であるメキシコだけでなくブラジルでの生活も経験しており、 現在はスペインで妻と二人の子供と暮らしている。ユーモアのある作風が特徴である。ハリスコ州グアダラハラに生まれ、同じ州のラゴシデモレノで育てられる。メキシコのベラクルス大学でマーケティングとスペイン文学の学位を習得した。ベラクルス大学言語文芸研究所の研究員として、アルゼンチンの小説家、セザール・アイラに関する研究プロジェクトに参加。 EU のラテンアメリカの学生のための高レベル奨学金アルバンを獲得し、スペインバルセロナ自治大学に留学、文学理論と比較文学の博士号を取得。それからは市場調査に携わり、執筆活動を行い、寄稿文や文学批評、映画批評などを発表した。ビジャロボスのデビュー作である創屈の祭典は、彼が37歳の時に、 スペインで出版し10カ国7こと後に翻訳され、そのうちの英訳版が2011年にイギリスの新聞であるガーディアンによる新人賞候補にノミネートされる。またビジャロボスの長編作品である1作目、2作目の創屈の祭典と普通の街で暮らしていたらはブラジルで舞台化される。ビジャロボスはレトレス・リブレス、ガトー・パルド、グランタ、オーエスタド・ディサーポロ、 イングリッシュペンやコンパニアダズ・レトレスのブログなど様々なメディアに寄稿を行う。ポルトガル語からスペイン語への翻訳にも長けており、ロドリゴ・デ・サウザ・レアウやセルジオ・ロドリーグなどによるブラジル文学作品も翻訳を行う。2012年のメキシコ国家アートクリエイターズ・システムに参加。2014年にホセ・レブエル・タス・ヤングのベルズ賞。2016年には ダブリにインパック国際文学賞及びエレナ、ポニアトースカイベロアメリカ小説賞の審査員を務める。僕の話を信じてくれと誰にも頼むつもりはないで、エラルド小説賞を受賞した。2003年以降は、メキシコ国外で活動し居住する。2011年から2014年までブラジルに在住し、現在までバルセロナに定住。ブラジルの翻訳者の女性と結婚し、現在は、 妻と二人の子供と暮らしている。彼の最初の本は、ネリー・カンポベロのカートリッチというのメキシコ革命が舞台の短編小説集に触発されたとインタビューで述べている。小説、ありがとうございます。